どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お久しぶりです。はじめましての方、はじめまして、和樹と申します。これから、ユートピア実況プレイパート3ですかね、を始めていきたいと思います。そうね、ゆいちゃんのファイル4、ね。前回ですね、このゆいちゃんとあかねちゃんがバラバラになって、で、ナースコールのところからあかねちゃんが、ゆいちゃんはこういうところに住んでたんだよって言ったんだけど、なんかあかねちゃんとバラバラになっちゃって、でゆいちゃんだけこのなんか病室の端っこの方に、ね、扉が開いたから、そこ住んでいたこの浜遊団地っていうところに行って、このピエロがいて、で立ち入り禁止のところに行ったら、このピエロに追い詰められて下にガシャンと落とされてしまったということですね。ピエロに許可取ればいいとかそういうことでもないね。ピエロに仕掛けられないからね。どうしよっか。でも一方通行なんでこれ以上進めないんですよ。どうしようもないんですね。この先にも進めないですし、ピエロにも話しかけられないんで、特に何でしょう、道的に分岐とかアイテムが落ちてるとかそういう様子もないんですけど、でもないんですね。この先立ち入り禁止ですよね。ここでこの先立ち入り禁止、許可なく立ち入った際には、ビールに追い回されると。そういうことですね。そこの見えない穴になっていることでね。でも、あかねちゃんがあっちから来るんですよ。どう合流しようって言うんでしょうね。浜湯団地で、どうしよう。この穴ここから出てきたんだけど、この先は行けなくて、行けない。浜湯団地は浜湯団地で、そのままで、これ前回セーブしたところで、は何もない。ボタンとかそういうものもなさそうですね。どうしましょうか。なんというか打つ手がないというか、ちょっと始まってすぐなんですけど、ここでカットです。はい、どうも皆さん、こんにちは。なんていうかね、ついにやらかしてしまったと言いますか、そんな感じですよ。実を言いますとですね、ピエロ、先ほどこのピエロが追っかけてきて、上に行って、で、この立ち入り禁止のところですね、行くと、こう行って、ここにピエロが、で戻れなくなるって言ったじゃないですか。この先調べていろいろ進めたんですよ。で、最終的にこの一番上にですね、ゆいちゃんの家があったんですけど、そこまで行ってなんか火が出て燃えちゃって死んじゃって、あーってなって一回動画切ったんですよ。でその動画をバカして消してしまいましてですね、もう一回ここ知ってるんですけど撮り直しって感じです。なんであんま楽しい実況じゃなくなってるかもしれないんですけど、ここはすごく単純なことで、こうやってすり抜けちゃえばよかったんです。でですね、この先、崩れないんですよ。なんかこの変なピエロがね、ハサミ持ってるんですけど、こいつはなんか追っかけては来ないみたいなんで、つい逃げるゲームではないみたいです。で、こういって、台車があり、せそうな台車がある。グラグラ。クソ、どうなってクソってこれ、ゆいちゃんのセリフなのかな、それとも、ここにいるあかねちゃんのセリフなのかな、どっちなんだろう。ゆい、無事だったんだ。
途中で階段が崩れて仕方なくこれに乗ったら、いきなり止まって閉じ込められちゃって、グラグラグラ、エレベーター落ちる、あ、いやー待ってろ、今助けに行くからな、ゆいちゃん頑張っちゃうよ、待ってろよ。これガシャンって台車をここに置いとくだけでですね、なぜか台車がストッパーになってエレベーターを止められるんですよ。普通台車なんかじゃエレベーター止められないと思うんですけど、友達を助けてやる、ピエール優しい。よく台車でこうやって、すごいよね、めっちゃくちゃタフな台車だよね。この台車あったら絶対いろんなとこで売れるんで、連打します。連打つらい、開いた。うなされてる、悪夢にうなされてるようにして気を失っている。そっとしておこう。下崩れてるんでね、上に行くしかないです。ゆい、お、あなたは誰だ、あなたは誰だ。で、ゆいちゃん行きます。うち右行っても何もないんで左行きます。で、長いな、ここ、こんな長かったっけ、錆びていて開かない。なるみ、なるみちゃんち到着です。鍵がかかっている。そしてこっちが戻ると、なんとなんと、先ほどの知らない人とあかねちゃん、ゆい、そしてこの人はお母さんでした。奇跡の再会です。運命の再会？再会でもないか。なんて言うんだろう。なんて説明したらいいんだろうな。部屋に連れられていきます。ゆい、お母さんがごちそう作ってくれるって。なんだかんだで、私もお呼ばれされちゃった。よかったね、お母さんのこと思い出せて。これ、さっき病院で見つけたユイのカルテ。診断記録。なるみユイ、バツバツバツによるバツバツ状態。居住していた団地のバツ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 にバツバツされる。バツバツはバツバツ。原因は不明かな。現在、バツバツがバツバツバツとなっている。現在の立ち禁止状態。文字数は大場所。字がぼやけててほとんど読めないけど、ここの団地に住んでたってことは確かだと思う。ユイのお母さんから事情を聞けるかもしれない。ユイがどうしてこうなっちゃったとか、もしその理由が分かれば夢から覚める方法も見つかるかもしれないよ。頑張ろう、ユイ。うん。いろいろな魚の折り紙が飾られている。わあ、これみんなユイが作ったんだ。こ、へえ、器用におるわね。すごいな、折り紙折れるって羨ましい。僕も折りたい。自由工作と書かれたピエロの人形がある。あ、ちょっと待ってください。実況再開です。雨に濡れたのがぐちゃぐちゃになっている。これピエロね。で、どうしようかな。ここにセーブポイントあるじゃん。セーブしとくか。そうだなー、これは重要になるぞ。35分22、これなんだっけ。あ、さっきユイがあれだ、いた場所だ。1番もそんな特に重要じゃなかったんで。よし、ダイニング行くか。あ、なんか揚げ物のいい匂いがしてきた。唐揚げですかね。
歓迎パーティーと言ったら唐揚げですね。赤くなります。おや、ゆいちゃんどうしたのかな、トラウマですか。ゆい、ガタ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 、どうしたんだ。ゆいの様子がおかしい。うん、そりゃおかしいよね。先に行ってるよ。あそこにもセーブポイントあるな。まあでもいいか。お母様。わあ。あの、お気持ちはありがたいんですが、ゆいの様子がちょっとおかしくて。ゆいは、ちょっとこっちには来たくないのかもしれませんね。え、どういうことだ。え、あ、はい、じゃあ先に。何も、食事を食べるなんて。これ出してもらったの食べないのに失礼ですからね。食事を食べましょう。体力が回復した。ありがたい。あの、ゆいのお父さんは、もう亡くなられてるんですね。ゆい、早く目を覚ますといいですね。あの、差し支えなければですか。ゆいはどうして昏睡状態に。あかねさん、聞いちゃいけなかったんです。ゆいをここまで連れてきてくれてありがとう。ゆいの人生を前に進めてくれてありがとう。おう、おう、ゆいを、こっちに呼んできていただけますか。ちょっとセーブしたいです。この先絶対に積むんで、先知ってるから言えるんですけど、絶対に無理なんで、僕の技量じゃ。あんた変だよ。ゆいちゃんを抱っこしていきます。ファイヤー感じだー。どういうことだ。あかねさん、すべて私のせいだったんです。早く逃げなく死んじゃうって。ゆい、ごめんね。ごめんね。逃げなきゃ。ちょっと待って、それこうじゃん、こうじゃん、こうじゃん、うん、え、積むよ、絶対無理だって、いや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 、無理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 、絶対に無理だよ。もう一回リトラ、絶対無理だ。お金さん、すべての人生だったんです。いい、ごめんね、ごめんね。逃げろー。今のいじめだと思うよ。あの日の出方はね、絶対にいじめだと思う。これあのひどいよ。絶対ひどい。もう出られない。
夢なら早く覚めて。僕ここは見てないぞ。ゆい。あれ。ここどこ？移動できる？できる。体力さん。何？あ、オリゴンか。ゆい。お、ゆい。お、ゆい。おい。何？なるみゆい。一酸化炭素中毒による、心硬水昏睡状態。マジか。あ、お母さん、さっき天ぷら油の、あの天ぷらのあれ、ひっくり返ってたから、揚げ物って言ったら、そっか、ゆいちゃんは、トラウマなんだね、火事になったっていうことで。診断記録。あ、これ、これが1枚目ですね。2枚目から先に拾っちゃってね。これは？住居していた男子の団地の一室から出火、救出後、病院へ搬送される。ゆいちゃん、浮いてる。待て。え、ちょっと待って。あ、ここダッシュできないんだね。ゆい。ゆい。ごめん。目が覚めたの？戻ってきたの？ゆいちゃんは？何もない。とりあえずここには何もない。あ、これあの病院だね。開かない。開かない。恋愛室は？開かない。こっちも？開かない。え、ここに通路なんてあったっけ？さっき。あれここは1階なのか2階なのか地下なのかどこなのかよくわからないな。あれ、さっき残った電気がある。イルカさん、あ、無事だったんだ。お、ゆいちゃん、ゆい、ほら、はてな。おお、あなた好きよ。お、ひょっとしてゆいのことも子供だと思ってるのか。あはは、お役みたい。ゆい？ゆい！あかねちゃんはそっちの世界には行けないんだね。え？うん。そっか。ここがゆいの居場所なんだね。え、待って。戻れないじゃん。ここにいればゆいは寂しくないもんね。ゆい、私そろそろ行くよ。もうお別れしなきゃいけないと、いけない時だと思う。うん、こっちこそありがとう。それではまた。
ちょっと待って、こっちには戻れない、待って待って、うん、そりゃ泣くよ、でもお別れしなきゃ、ゆいちゃん一緒に行こうぜ、なんかエンディングっぽい、エンディングだ、あーいやー、こうしてエンドを迎えることができました、ありがとうございます、慎太郎さんかな、ありがとうございます、なんかすごいグラフィックが綺麗なゲームだったな、めっちゃ、どうしよう、パート3でさエンド迎えちゃったじゃん、エンド迎えちゃったんで、あの他のエンドも多少は見てみたいなと思います、多分他にも確か、さっき攻略サイト見た時に他にもエンドがあるって書いてあったんで、その辺も頑張ってエンド見たいと思います、多分ユイの目が覚めないとトゥルーエンドではないと思うんで、これはでもエンドいくつなんでしょう、ノーマルエンド、でもバッドエンドではなかったか、いやバッドエンドがあるんだったら最初にバッドエンド見てノーマルトゥルーっていきたかったなっていう気がしますね、でも楽しかったですわ、いや皆さんもいかがだったでしょうか、このユートピア、僕的になんかフリーとは思えないほど綺麗なゲームだなって、まずそこですよね、でさらにあのストーリー的にも、ゆいちゃんの目を覚ましていく、覚ますように努力していくっていう、このいろいろちょっとしたアクションもあり、そしてあのなんだろう、あかねちゃんとゆいちゃんの心の、間というんですかね、最初は本当会ったばっかで不安もあったというか、いろいろお互いのことも知らなかったような、そういうところからああやって別れの時には泣けるような、すごいなんだな、すごい密接な仲って言うんですかね、すごい友達って言うんですかね、別れがたい人ことになっていくっていうか、それが素晴らしいなと思いましたね、次のパートから他のエンドも回収していきたいと思います。バッドエンドとトゥルーエンドどっちになるかな。もしかしたらまたこのエンド、どう頑張ってもこのエンドにしかならないっていう場合は、まあ、次のパート4はないと思うんですけれども、他にエンドがあるかって思ったら、まあ、パート4、パート5と上げていきたいと思います。それでは、次回に続くかどうかわからないんですけれども、ここまでご視聴ありがとうございました。またユートピアの他のエンドが見れたら他のエンドも、で他の作品ですね、ユートピア以外の次の作品でもまた、ご覧いただけたら、幸いでございます。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。